もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。人間の活動で出している炭素の 10% ぐらいが洋服のサプライチェーン生産工程で出されているというところでございますし、自分自身も楽しく学んで皆さんにも楽しく知ってもらう、そしてさらにお洋服を楽しんでもらうっていうのを一番に私自身は考えたいなと思っているので。